どうもみちです。どうもあずみです。はい、やってきましたドラゴンボールレジェンズ、はい、まさかのアップデート、メンテナンスね。はい、長引いたと思って蓋を開けてみればまさかの大ボリューム来ましたね。びっくりしました。いや、びっくりした。これはもう来ちゃったのかと。帝王降臨ということで、はい、フリーザ様まさかのガシャに降臨されていますと。早速ね、もうね、グダグダ言ってないで、これはガシャを引くしかないでしょう。はい、そうですね。行きましょう。行きましょう。こちら来ましたね。ちょっと見ていきますか。スパーキングが3体追加されてるんだよね。はい、この最終形態のフリーザとギニュー、はい、そしてこの幼年期の孫悟飯と、はい、これ後ろのピッコロの顔がすげえ悪意あるよな。原作だから、原作再現ということで、はい、ボコボコにされた時の泣いちゃうピッコロね、うん、はい、いや、フリーザ欲しいな。欲しいっすね。うん、まあ、他にもいろいろね追加されてると。これ熱いのはピッコロとパイクーハンが一緒に出るんで、うん、そうなんだよね。色が黄色と緑だけということで、はいはいはい、まあ、なんでね、かなりピッコロが出る、新キャラとピッコロを狙いやすいという。そうだね、ピッコロは、まあ、重ねてなんぼですから、はい、いや、いいね。これは引くべきガシャですね。ですね、これはかなり地味に。これフロストとかも来てんだね。そうなんですよ、スーパーキャラ、うん、はい、なるほど。行きましょう。行きましょう。僕今2000個あるんで、はい、20連いきましょう。フリーザキャー。さあ、お結構降ってますね。多いよ、飛行船は。サイヤ人にはならないと。スーパーサイヤ人にはまずい。頼むよ。まあでも結局新キャラは、まあそうっすよ。よし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 、まあまあ赤字ならば。フリーザ頼む。よっしゃ、勝った。これあるぞ。でも久しぶり見た今の演出。確かにこれは絶対ありますよ。ああ、まずフロストっすね。毒の人、はい、毒狩人間。おいおーおお、これ、ね、これ地味に欲しかった。チュン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 ってやつね。おお、ヒーロー。これがこれなんか背景寂しいな。これがスカウトバトルでもらえる。はいはいはい、 Z パワーがもらえる。いくぞ。あ、違うか。うん、まさか。はいはいはい、はい、来た来た。うわ、ふみさん引きいいね。やば、俺マジで前回もブロリー一発だったもんね。うん、あざっす。最終形態のフリーザゲットと、はい、よっしゃ。いや、確かに今回絞られてるから。まあそうなんだよね。しかもピッコロとか割とマジで被ってもいいから、うん、引くべきっすね。これは引き得っすね。溜めてた衣装全開放するな、うん、ここだと。おお、いいよ。最終形態揃ったぐらいの勢いなんじゃないですか。確かに。あとヤムちゃんの、あとエクストリームとか。ヤムちゃん大丈夫、大丈夫、大丈夫。ヤムちゃん大丈夫と。大丈夫です。はい。いや、これマジ熱いわ。もう引かなくていいぐらいありますもんね。まあ、あとギニュー。そうですね。まあ、孫悟飯はいらない。孫悟飯もでも欲しいかな。どっちが欲しいですか。てか黄色の打撃タイプっていうのも被ってるからな。うん。まあ、でもサイヤ人パーティーにはご飯は強いんですよ。まあそうだね。混血無地のあれあげるんで。はい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 。混血無地っていうあれな。混血サイヤ人。混血サイヤ人。ここはもう10連いきましょう。はい、ちょっと一回戻っていい。ギニューと見つめる。俺は戦闘力測られますよ。ギニューとボディチェンジしてくるわ。ええ、逆に何もない、何も空通んなかった。あ、え、しかも負けてる。え、これベジータ来るやつでしょ。マジ？さすがに。え、ちっちゃい。さすがにベジータっすよこれ。くっ、はあ、え、うっ、うっ、いや絶対ない。ベジータ？うわ、マジ？爆死？爆死やんこれ。で、俺この間これの演出で3個スパーキング出ましたから。そう、アンソニーのチャンネルでね、はい、そのガシャも上がってますけども。まずい、バグったっつって。俺これバグんないやつだ。いや、俺しょうがない。あ、ヤムちゃん来た。ヤムちゃん、大丈夫、大丈夫。いらないって言ったからっすよ、多分。おおおおおお、これ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 。うわっしゃい、素晴らしい。あとギニューだけ来るんやない、来るんやない。頼む、ワンチャン。え、この負けからのスパーキングあんだね。全然あるんですよ、最近バグりましたわ。バグった、出た。飛べ。おお、でもニュー。え、でももうほぼあとギニューだけなんで。ベジータエクストリームが来たと。
ギニューも欲しい。ギニューだけやん、あと。ギニューだけ。栽培も多いな。あー、なるほど。いやでも、いやでもこれね、欲しいのはゲットできたかな。はい。フリーザーまず当てた時点でもう満足ですわ。ですね。よっしゃ。ちょっとじゃあ俺も次行かせて。行く？行かせもうさせて。アンソニー。行きます。はい。これじゃあ30連。行きやしょ。分石があります。てか多いな。梅さんよく考えたらさ、うん、スターターパックでギニュー来てるから。そう。もうコンプじゃないですか。そうなんですよ。まさかの。いいな。ショップにね、また新たに。多分全部出たよねさっき梅さん。ね、注目キャラクターで出る？注目キャラクターには載ってないかな。載ってないか。Z パワー、そっちで出現 Z パワー一覧見るとあれが出てない。俺フリーザの第一形態。あ、第二形態か。第一じゃね。第二。あ、エクストリームか。そう、エクストリーム第一。これも出てなくない？第二形態のフリーザ。あ、もう出てないか。他は出たかな。じゃあいきますわ。えい。10連目。はい。フリーザ狙いでもちろん。もう俺もギニューはね買う予定なんで。なるほどね。まあ俺はねスパーキング1個前のガチャで3体出したんでちょっとね。いやすごいわ。はい、確定です。いただきました。タオパイパイ、素晴らしい。スーパーサイヤ人になっていく。サンソニーの引きの良さがここで光るか。そしてなんか動きめっちゃ滑らかじゃない。そうですね。そんなことない。あのあれ省エネモードカットしてるんで。なるほどね。禁じ。もう完璧じゃない。これが俺の力。もうハイタッチしとく。そうですね。はい、よいしょ。ナイス。全部3体になります。ギニュー、フリーザ、孫悟飯ときますから頼むよ。おい、もう勝ちじゃん。てかもうタオパイパイの時点で勝ちっすから。まあそうなんだよね。さあ、そしてめっちゃ滑らかなところに俺は驚いてる。はい、あれ、ま、これ出た。俺新キャラ出てなくないですか。うわ、ユーゴピッコロ出てね。はい、もういいよいいよ。ギニュー特選隊だから。こいつはいらん。こいつはいらん。はい、オッケー。はいはい。フロストとかどうなんだろうな。フロストマジクズっていうイメージですね、うん、はい。原作のその性格のクソさ。フリーザー以下である。オーケー。全部全部ほぼ主人キャラ出てません。いいね。オフショーギニュー特選隊。はい、来た。ここでオーケー。おい、まあ先行。まあ先行。さあまずね、次オーダーに消えた。お、俺これ出てない。もうほぼニューやん。素晴らしい。いきます。いきましょう。次の10連目。はい、ゆめさん。そっか、一体ずつ出してんのか。俺はそう。はい、すげえな。赤背景くるよ。素晴らしい。ただスーパーサイズにはならない。そしてマジで滑らか。いや、そこに俺はびっくりしてる。ずっとびっくりしてるじゃないですか。あ、え、これあれは昇格演出のやつよ。ベジータ。うん、いや、ベジータ来ないです。あ、俺の場合はあのヒーローからスパーキングになるんで。頼むよ。あー、微妙、微妙すぎる。まかけさせやが。あ、やばい。これベジータが10体出るやつやん。あぶ、あぶめ。負けられない。負けられない。悲しないわね。じゃあ怖いな。頼む。オッケー。お、これ梅さん出てなかったやつか。これ俺出てないわ。怖い。ちょっとフリーザ来んけど俺。なんかのバグかな。あ、すごい。よし、ラスト10連いくか。よし、まあ、ここで決める男だから。そういうこと。結局はそういうことよ。フリーザ、ちょ、一回戻るわ。オッケー。フリーザにちょっと話がある。うん、お願い。これだけ言っとく。優しく優しく。あ、これ来たっぽいな。これは来てるでしょう。ダウンロード。よし、カプセル3つ。ゴミ、ゴミだが、今のところゴミだが、頼むよ。こうして頼む。あー、字は大きいが、これちょっと爆臭匂いがするな。あ、うん、すごい。あら、仕方ねえな。あー、え、ヒーローの音。頼む。サイヤ人。いやー、新キャラもそもそも少ない。やばいやばいやばい。でも全部出しちゃってんじゃないですか新キャラ。ガチ。フロストのエクストリーム出てない。いや、フロストのヒーローは出てないでしょ。え、ちょ、これやばい、マジで終わったわ。さよなら天さん。あっ、さよなら天さん。これが現実だおめえら。マジか。梅さんのを見て、しゃ出るやん、引こうって思ったらこうなるぞ。
俺だ、だいぶひよかったってことね。でも言って1体の差か、まあ、そうなんだかんだで。でも俺30年引いてっからそうなんだよそうなんだよねそんな冷静になんか接せられてもすまん。いいんだ僕は俺個人チャンネルの方であと、はいはいはい、あと10連あと100連ぐらいしますわ。そうですね、どうせ引かなきゃなんないんで、はい、フリーザに関しては100連しちゃってください。はい、というわけでガシャ動画以上でございます。はい、降臨ということで皆さんもねぜひぜひフリーザ、ギニュー、孫悟飯狙って見てください。フリーザの使ってみた動画もねこの後出しますんで、そちらもお楽しみにしておいてください。というわけで面白かったらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。僕の方のチャンネルではガシャ続きありますんで、はい、また見に来てください。登録お願いいたします。というわけで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。